なんでこんなとこに。どうも千葉キューです。樹海動画ですどもっす。今回は、樹海の中で見つけて、思わず苦笑してしまった代物について紹介します。ちなみに、後ほど紹介しますが、この件については持ち主である、本人にも確認は取ってあります。これを紹介することに関しては、特に他意はないことは、あらかじめ申し上げておきます。個人的には、単純に限りなく低い確率に遭遇したことが、なんとなく面白かった、って感じです。ところで、今回潜っているのは、樹海西側に位置する、消費ゾーンって呼ばれるあたりです。ちなみにこの日、早朝5時半に起床して、千葉の割と、東の方から車でやってきていたので、普通に疲れが溜まっていたりします。GPS とコンパスで、行き先と方向を確認しています。特にナレーションすることもないので、少し樹海の名産品についてお話しします。樹海の中はこんな感じで、特に農業とかは向いてない、そんな風に思われるかもしれません。実は、樹海の中でも盛んに栽培されているものがあります。それは、椎茸やナメコなどのキノコ類です。以前にも動画の中でも紹介しましたが、庄司民宿村の宿では、樹海の中でキノコ類を栽培していて、それが、夕食や朝食に出てきたりしています。実際、泊まりがけの樹海旅行では、それが結構楽しみだったり、するのですが、どうもそれは庄司民宿村だけのようです。最古の年場民宿村では、あまりキノコ類は出ないようでした。立ち寄ったことはありませんが、樹海へ向かう国道沿いには、松茸を販売しているお店もあるようです。コブやね。あれ、どこ行った?樹海の風景は、どこも大体同じように見えます。たまに、こんな動画見てて、面白い人いるのかな?なんて思う。よいしょ。おっと。320というのは方角です。真北が0、もしくは360なので、少し西寄りの北ってところです。コンパス更新の要領については、機会があれば説明します。なんでこんなとこに丸系の看板があんだよ。サオさんのところの看板がこんなとこに捨ててあるんです。そうです。樹海放送マサオのマサオさんが若旦那を務め、かつ今宵の宿である、マルケイの看板です。実は同様のものは、庄司民宿村近くの樹海の中で見たことがあります。先ほど紹介したように、樹海の中でキノコを栽培してるからです。樹海の中の、キノコの原木には、こんな感じで、それぞれの宿の札が付けられているのです。ちなみに、この場所は民宿村からは若干離れていて、ここで発見したのが、微妙に面白かったって話です。後にマサオさんに確認したところ、うちのですねと、若干苦笑気味に答えてくれました。というわけで、ご視聴ありがとうございました。